車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは今村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、はい、今回は何言ってもいいんですよね。何言っても、はい、もうそこにいらっしゃる、はい、ゲストで呼んだ方がいいですかね。もう本当に今日は本当に出てほしかった。あ、本当ですか、うん、オーナー様、はい、数々ボンドチャンネル、はい、ご紹介させていただいているお客様ですよね。多分最多数レギュラー、うん、な感じがするけど、はい、そのお客様が、はい、今回お乗り換えになったお車を、はい、カスタマイズさせていただいたということで細かく見ていきたいと思います。はい、さあというわけで今回も僕視点でお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。でこちら今回ご紹介させていただくのが、はい、新車の X7、はい、でオーナー様X7 から X7 に乗り換えてるんですか。そうです、前期から後期に、はい、乗り換えました。そのパターンあるんですね。なかなかね、あんまり聞かないですよね。しかもそのこう大きく、まあ、顔とかは変わってるけど、はい、基本コンセプトは同じじゃ同じじゃない。あ、だからディーラーさんも、はい、その前期を乗られてる方が乗り換えないらしい、あんまり。そうなんですか。そう、あの一緒っていうのは分かってるから。はい、だもちろんその顔が絶対的に違うけど、うんうん、乗ってる感じとか内装とかそのシートの感じとかも一緒なじゃない、基本的には、うんうん、なんであんまり乗り換えないっていうまあ内装一新されたりすると機能が追加されたりとか乗り換えるケース多いですけど、今回のマイナーチェンジに関しては外装メインですからね。そうですね、この顔がもう一番のインパクトがあると、はい、というわけで、あの X7 めちゃくちゃインパクトあるんですけどびっくりしました。そうだから最初オーナーさんから乗り換えるんだよねって言われた時もマジっすかみたいな大丈夫ですか後期みたいな思います。そう、はい、感じをしていましたが全然いいです全然後期がいいです。あのノーマルだとちょっと不安になるインパクトの強さのこのフェイスじゃないですか、うん、それが実車見るとまずそう全然、うん、いいなっていう、いいなっていう。そうだから今回色いいっすね。色がいいですね、さすが。これがスパークリングコッパーグレー、グレー。これインディビジュアルかと思ったら標準カラーみたいな。そうみたい。なんでこれちょっと水色っぽい。そう、水色っぽい。でこう光が入るとちょっと紫のような赤のような赤みが、赤系の色がちょっと見える。メタリックがすごく強くて色味がすごい変わる感じ。これもちろんオーナーさんがこの色がいいやって言って。そうす、前のそのマイナー前のやつは HRE の P200 の23インチを履いていて、あれがブルーグレーみたいな感じの色だったんで、まあ基本コンセプトはそんなに変わってないかな。なるほど。ただ今回はこういったちょっとグレー系でもシルバーっぽかったりブルーっぽかったりっていう色になってます。というわけで、はい、こんな感じの非常にインパクトのあるボディカラーと、はい、エクステリアの X7 に装着したホイール、はい、あのもうボンドチャンネルのレギュラーですから、はい、足元期待していいですか。もちろんです。見ていただきましょう、はい、こちらです。はい、いやもうあのいいですか、はい、相当重症ですいやかっこいい。さっきもちょっと言いましたけど、はい、同じ車種 の、うん、その後期に乗り換えパターン、うん、だと結構足回りの流用できちゃうんで、はい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 、付け替えるケースもあるじゃないですか。あ、はいはいはい、付け替えないんです。替えません、替えさせません、はい、もう着替えたらもう靴も一緒に替えるのと一緒ですよ。もちろんです。というわけで車を入れ替えるのと同時にタイヤホイールを入れ替えると、はい、入れ替えました。で前回は23インチの P200 ワンピースだったんですが、今回はクラシック309の3ピースの24インチ、1インチアップ、はい、になってます。でいうか24インチこんな感じで普通に入るんですね。普通に入ります。で最初はモノブロックの24にしようかっていう話があって、でモノブロックの24って HRE は L1 シリーズができたことでその他のシリーズも24インチができるようになった。あ、そうなんですか。そう、それまでは23がマックス、今回24ができるようになったんで、この乗り換える車のホイールを決めるときに当初はモノブロックの24にしようという話が一番最初にあって、ただサイズができないと、どうしても幅的に、うん、リアが。なるほど。なんで、今回は3ピースのクラシック309
にしました。じゃあもうこれ、まあ、定番というか、うん、そんなにこうこれ新しいですねっていう組み合わせじゃないんですけど、うん、まあ、最新現行型の X7 にサラッとブラッシュドの24を履くと。これもう火の打ちどころがない、ね、この完璧サイズとフィニッシュと、はい、デザインと、はい、めちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。でも BM 系ってこのマルチスポークのってもうちょっとアルピナに通じる、はいはい、ところもあるんで、はい、絶対外さないじゃないですか。絶対外さない。これめちゃくちゃかっこいいですね。これはめちゃくちゃかっこいいですね。で今回フィニッシュはすごくスタンダードなセンターがブラッシュドクリアにアウターリムがポリッシュドクリアと、はい、もう鉄板の組み合わせですよね。はい、鉄板の形です。ちょっとオーナー様の車のつながり本当は全部喋りたいんですけど、はい、結構冒険もするじゃないですか。まあそうそうね、はい、普通じゃ、はい、ダメな人なんで。そうですよね、はい、がもう意外とも言うべき。そう、この車に関しては基本的に、まあ、足として使ってるんで、まあ色もねボディカラーがこういうボディカラーなんであんまり暗い色のホイール持ってっても確かに全体的にちょっとこう重たくなっちゃうんで、やっぱりどちらかというと明るい系のホイールがいいかなと。ただポリッシュのセンターってなるとちょっと派手すぎちゃうんで、まあブラッシュドが一番こういい感じに落ち着くかなと。でバランスめちゃくちゃいいんですよ。バランスむちゃくちゃいい。だからもうちょっとインパクトのあるこのエクステリアとボディカラーじゃないですか。あえて足元にこう、うん、言ったら定番というか、そうスタンダードなものを持ってくる。これは相当重賞で相当上級者ですよ。はい、上級者です、はい、上級者です。というわけでこんな感じの24インチが装着されていると。はい、でリムも結構取れるんですね。結構取れます、はい、フロントもリアも、まあ、リアはね特別によく取れてるかなと。というわけでフロントもこの大きい、まあ、色が入ってないんで目立ちにくいですけど普通の M の大きいキャリパーですもんね。そう、今回その後期になることによって、M スポーツも、エクセレンスもキャリパー共通になりました。というわけでこのデカキャリパーが入ってるんですけどしっかりリムも取れてる、はい、取れてます。これかっこいいっすね。これはかっこいいっすね。というわけでこんな感じ で組み合わせてるタイヤは、はい、今回はブレデシュテインの、フロント29530、はい、リアがいいですか言って、はい、35525 スーパーカー、はいはい、この後見ていただけますけども、はい、で最近横浜のご紹介が、はいはい、横浜タイヤのご紹介が続きましたけど、うん、サイズがやっぱりそんなに全部網羅してるわけじゃないということで、そうリアがないんですよね。そう、基本的には29530-24しかアドバンスポーツは今現時点ではないので、で、まあ、この車とかだともう純正でリアが305とか履いてるわけじゃないですか。そうするとどうしても純正より細くなってしまうのは、もちろん295通しで履くってこともできるけど純正より細くなっちゃうのはっていう方がやっぱり一般的に多いんで、今回はブレデシュテインのタイヤを使ってます。マンソリー御用達のこちらのタイヤ組み合わせてると、はい、だから SUV でもリア太いの履いてる SUV と4本通しで履いてる SUV と、まあいろんなパターンありますからね、まあ、その辺もご相談いただけるといいじゃないかなと、はい、もちろん。あとは車高ベタベタですね。ベタベタですまあ今これ一番下のね乗降モードの状態なんですけど、はい、IID のロアリングロッドで低めにセットアップしてあります。現行 X7 もじゃあ大丈夫ということで。全然大丈夫です、はい、しっかりローダウンもできると、はい、でまあ、ある程度上げたり下げたりもできますからね、うん、そうね。そしてあと僕作業を少し見守ったんですけど、はい、低ダストのブレーキパッドも入っているということで、はいはい、やっぱりこの辺 のポリッシュ系のホイール、うん、だとなおさらやっぱりちょっとダスト気になるかな。そうやっぱりねすぐ黒くなるんでその辺はパッドはもう絶対交換ぐらいの頻度で変えてます。というわけでその辺が組み合わさってると、はい、だ手数は本当に最小限なんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。で外装は今回何もやってないですもんね。何にもやってないです。ペイントカスタムもせず、はい、本当にお昼過ぎに お客様そう車を持ちいただいて今日納車で、はい、今日12時ぐらいに納車で1時にここに来てる。あ、今日納車されたんですか。そう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 はい、でその直後にご来店いただいて、はい、今夕方撮影してますけど、はい、夕方にはこんな姿になってる なってると、はい、そして先ほど話にちょっと出てきましたけど、はい、ド級のリアホイールはこちらでございます。355、はい、355です。24インチ、はい、でもこれ今リア横から撮ってるんですけどめちゃくちゃ本当にバランスがいい。めちゃくちゃバランスがいい。そうこのサイズ感と、うん、このリムの深さと、うん、ペラペラすぎないし、うん、はい、
これいいっすね。かっこいい。リアは4インチアウターなんで。4インチあるんですか、はい、これ。なんでこう斜めの角度から見るともうリムしか見えない。はいはいはい、うん、こんな感じですよね。これ走ってたらめっちゃかっこいいですね。いやこれはかっこいいね。さっきあのバランサーで回してるとこ見たんですけど、はいはい、あのこのマルチスポークのホイールって回すとなおさらかっこいいじゃないですか、うんうんうん、光り方というか、うん、というわけでこんな感じでリアはもっとバチバチに決まってると、はい、リア355が装着されております、はい。で最後になりますけど、はい、今回あの本当はオーナー様に出ていただきたかったんですよね。いや本当にね、はい、ごねたよね土の、まあ、いる前で、はいね、あの30分ぐらい交渉したんですけど、うん、ちょっとやっぱり顔出し NG ということで、そうみたい。こんな経験ができるのは本当に、はい、土のおかげただ車のラインナップはもうめちゃくちゃ面白いですよね。めちゃくちゃ面白いです。本当は全部こうつながりをご紹介させていただいたんですけど、そうだからね、あの次にねちょっとしたタイミングで、ね、もしかしたらもしかするかも次回作の話も、はい、次回作、はい、午後か、はい、聞きましたけども、はい、相当なんかこうえげつないのが出来上がりそうだから、えげつないことするときはえげつなくみたいなさらっとするときはさらっと。なるほどなるほど。ちゃんとこうメリハリつけていじってる方なんで、はい、次回あのとんでもないのがもしかしたらご紹介させていただけるかもしれないということで、もしかしたら、はいはい、車ももしかしたらその後もそうもしかしたら、はい、いろいろお届けできるかもしれないということで、はい、ぜひボンドチャンネルチャンネル登録していただいてお待ちいただけるといいんじゃないかなと、はい、というわけで各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。